オメガですね、ちょっと、まあ、その前にこの本なんですけれども、オメガブックって今にから20年ちょ21年ぐらい前にですね出た本なんですけれども、まあ、実はこの本が出る時に友人からですね、オメガの本が出るんで対談してくれないかって言われたんですけれども、その当時はそれほどオメガだけに詳しくはなかったんでお断りしたんですね。でこの本が出た時にですね、ちょっと後からこの内容をちょっと読んでみたら、あ、やっぱり出なくてよかったと思ったんですね。それはあまりにこう専門的な方が対談とかされてたんで、まあ、その当時の自分にはこれだけいろんなオメガのことを話せるそういう知識はなかったから、まあ、本当に良かったんですけれども、まあ、その中の、ページにですね、このオメガのスピードマスターとシーマスターのですね、このお揃いですね、なんていうかな、ペアの時計の写真が写ってたんですけれども、この写真があまりに美しくて、まあ、その当時に、まあ、僕が持っていたのか持ってなかったのかちょっと定かでないんですけど、この2枚の写真がですねあまりに美しかったんで、オメガのスピードマスターはですね、シーマスターと対になっている場合が多いんで、例えばマーク2の対のシーマスターもあるし、フライトマスターにそっくりのシーマスターもありますし、こうなんていうのペアで持ってるとですね、なんかすごく、かっこいいっていうか、そう思えるんですけれども、その中でもですね、このサードモデルですね、まあ、左右対称のスピードマスターですね、アップライトの。で、このシーマスターですね、これサードモデルに対応したシーマスターなんですけど、このですね、セットが一番僕は個人的に好きでして、まあ、その当時、まあ、持ってたのかな、シーマスター持ってたか持ってないか、まあ、持ってたんでしょうね。でこのセットがですね非常に好きです。でこれはですね今回そういうセットっていうことで、同じですね、オメガのスピードマスターサードモデルですね。これはですね昔 eBay で買いました、アメリカから。で何個か買って3個か4個は持ってたと思うんですけど、最初に買ったモデルが非常に状態が良かったんで、これは多分一番最初に買ったその時のモデルだと思うんですけれども、9567、まあ多分だからその時持ってたんでしょうね、もうね。でこれは最後の1個で取ってきました、スピードマスターのサードモデルキャリバー31ですね。キャタピラブレスがもちろんついてます。随分買いました、スピードマスターはキャリバー31が好きだったんで。そしてこれがシーマスターのサードモデルですね。でこれもまあいくつか買ったんですけれども、回転ベゼルの方がこの黒い部分ですね、これがなくなっちゃってるのとかいろいろこうあったりして、まあ、今は2つしか持ってないですけれども、この2つをペアで揃えるのがもうとてもですね好きで、いつかこう2つセットでこうやってお見せしたいなと思ってたんで、今回いい機会で、シーマスターもほぼ終わったんで、スピードマスターのこのサードモデル、セカンドも持ってましたけど、非常にセカンドのこうなんていうのかな、プッシャーが 4.5 だったかな、なんかちょっと小さいんですけども、それもなんかこう裏蓋で見ると CK29 いくつだったかな、なんかで番号いろいろあるんですよね。103なんとかとか、だからちょっとその辺のセカンドモデルに関して結構、まあちょっといろいろ捉え方が難しかったんで、サードモデルのこれが一番個人的には状態も良くて綺麗なモデルで好きです。はい、この、オメガブックにあるこの2つのペアのウォッチですね、キャタピラブレスのついたスピードマスターのサード、それにお揃いになってる左右対称の
シーマスター300ですね。この2つの時計のこのセットがですね、とても好きです。この雑誌に載ってるのは誰の持ってたのか分かんないですけど、これも相当程度がいいですよね。僕のも相当程度いいけど、これも相当程度のいいもんで、これはもうなんていうのかな、究極のオメガのペアウォッチだと思っています。オメガのスピードマスターあるいはシーマスターをお持ちの方は、何かの機会があったらそれのペアになる対の時計がありますんで、なんか揃えてみたらいかがでしょうか。どちらも非常にこうセットで揃えて、こう毎日、交換に使ってたりするととても素晴らしいです。そう思えるオメガですね。はい、1965年ぐらいじゃないですかね、中期のオメガでした。